それでは次にビボップグレスタシーです。この方はハイパーループ TT の、創始者そして執行委員です。こちらは高速交通システム、どのようにこの、唯一のモデル、世界中で、有名なクリエイティブな、そして、ビジネスパートナーを、協力を、ハイパーループカプセル、こちらは最速そして持続可能な輸送手段であり未来の交通手段でありますが、さあどうぞビボップクレスタさん。皆さんありがとうございます。ウルグアイにおりまして、まず2つのニュースがあります。皆さん交通手段どうでしょう。今まで私たち交通手段大変渋滞ありますよね。そしていろいろなところで交通機関そして工事がございます。そして自動車というよりもモバイルではなく動くことができません。80% ぐらいこのモバイル自動車輸送手段でありながら動いていません。車は本当に素晴らしい道、本当に街の中をうまく動くことができる。そしては素敵な女性が来て本当にセクシー美しい車、ここでどこに未来の交通機関まで行きましょう。そうするとこれが素晴らしい温泉、そして人口爆発、こうやって車が世界が私たちにもたらしてくれたのはこのような非常に遠いことです。今現在私たちは北京にいてと思ってください。北京はですね、この汚染、この道路、もしかしたら12時間交通渋滞がつながるかもしれません。これは北京のある日です。何も見えませんよ。スモッグ、これは大変なことです。この環境線、中国だけではないですよ。この中国は世界にも影響します。どうぞビデオをご覧にください。中国の交通手段の様子です。非常にこの様子は世界に本当に発展した開発、そして技術が発展しているにもかかわらず、このような交通手段が行われます。ブラックフライデーなど、そういう日が起こってくると、私たち人類は人間自身が私たちを害を与えるのではないですか。見てください、これ。日本、押してます。渋滞で、そして電車に入らない人を車掌が押して乗せるんですよ。ほらこれ上まで人が乗っています。こんなことありえるんでしょうか。これの交通システムというのは本当に機能してるんですか。皆さん思ってみてください。私空港にいるとしましょう。世界でいろんなところに行くと空港がありますね。こうしてこれは機能性あると言えますか。利便性があると言えるでしょうか。これは私どもが毎日がこのように移動に頭を悩まさなければならないのでしょうか。ここですね、スーツケース、空港で私のスーツケースはボツワナに行ってしまったのかな。私のスーツケースは一体どこに。でも本当に真実をお話しましょう。これの解決策があるんです。皆さん
このそれぞれの皆さんの荷物、どこだってこういうもの 70% オフで新しいものをどこだって買えばいいでしょう。そして自動車、そういうものを私たちはどんどん開発して、発展すればするほどこのような問題に陥ってします。しかしそのソリューションはこれでしょうか。私たちが一生懸命働いて生きて、これが結果なのでしょうか。それぞれの私たちの一分一分、毎日のライフスタイルの時間、大変なことです。時間はとても大変な重要なものであり、こうしてそれぞれの国、それぞれの国の、輸送手段、市場、そういうデータを今地図でご覧になっていただいております。では私たち、ここからこれが普通のことなんでしょうか。ありえません。こんなに私たち人類が頑張って毎日の生活をしているのに、しかしながら皆さんに朗報です。ハイパーループという未来の交通システム、乗客用カプセルをご紹介申し上げましょう。2013年にここで新しいテクノロジーすでに、発展させました。200年前からもこのような、やはりチューブの中に18世紀その地下ニューヨークの中で、そのと似たようなことを考えられたのです。それで地下鉄ができましたけれども、やはりそれぞれの技術が発展しなければ皆さんの思考方法、それとは到達してません。どうぞ皆さん、これを見てください。ちょっと手を挙げてみてください。これはお体験してみたい人、想像してください。カプセルの中にすで、に特別な複合素材で製作されたカプセル、このカプセルの中に一つのライン、そしてある一定の速度で一定の場所から別の場所に大変高速に移動することができる、この摩擦を減らすために減圧化の中のチューブ、これは時速1200キロ余りで移動することができます。こちらでは中では大変快適に移動することができ、エネルギーはソーラーパネルシステム、そして大変効率のいいシステムです。ブレーキもありますし、そして LED も利用し、このようなエネルギー、そして常にスピード、そしてそのお客様の位置をモニタリングする質問があります。このシステムで、インテレクチュアルシステムで、この最高な旅行を工作化し、このハイパーループカプセル、これやはり旅行の手段、コンセプトを全く考えました。私たち自身のコネクションのつながりの方法が変わってきています。パリは本当にすぐ隣にあるでしょう。だいたい、どうぞ想像してみてください。どうぞ拍手、よろかったらお願いします。それじゃあ皆さん、冗談ですよ、拍手拍手なんて。でも本当に皆さん拍手するほどのものでしょう。このカプセルの中に空気真空になり、そしてこの中に AD で、そしてエネルギーは本当に高速を超越したもので、この
インテグレーションテクノロジーは重要なものです。そしてそれがキーであり、21世紀、そしてこれ以上の世紀に、このインフラを作るには、やはり、最高のテクノロジーを動員します。それぞれ、まず一番重要なのはデザインを採用すること。必要なデザイン、そして環境に合ったデザイン。このデザインをうまく解決し、清掃し、建築し、問題を、例えば、大地の問題、農業の人たちの問題、そういうものを関与なく、うまく根接するのです。地下は無理でしたら地上でも可能です。このいろいろな駅、街の中にこのように、水上システムも考えましょう。そして、いろいろな輸送手段、輸送の人々、そして他のテクノロジーをコンビネーションすることも考えましょう。電気を、省エネも非常に重要です。そして、低コストで高速に、行うともいいです。それから二酸化炭素、こういうものをうまく吸収し、そして環境に、優しい、インパクトの少ない低素材、そして移動手段です。いろいろなエネルギー資源があります。太陽、風、そして地殻運動、こういうものがそれぞれ一つだけではなく、それぞれをコンビネーションすることも必要となってくるでしょう。大体、実際の問題でなく、数学的な見地から言っても、いろいろな可能性、他の新しい方法で電気、エネルギーを、サイネージ化することも必要でしょう。そしてローコスト、それして地球に優しいというのが一番のキーワードでございます。オタワでは少し、太陽の光線が少ないため、ここは太陽ではなくソーラーではなく、もちそして、この移送手段は高速でですけども、速いだけが目標ではなく、エネルギーを、低速に、そして、有効活用することが重要です。一般的に地上というのは、高架鉄道というのは、いろいろなインフラが必要です。数年前からエンジニアの方々がこの高架線の鉄道のための解決策を提供してきました。いろいろなプロトタイプを建設するのに、アルミニウムの鉄線、強線、そしていろいろな素材を利用してみます。私たちはこれを商業的に実用化するためにそしてできるだけ安全にお客様になるように、それが安全性が高まるということが効率化を高まるのです。メカニズムは再エネルギー利用、そして効果ではなくセキュリティ保全度も高め、このチューブの中では快適に安全でなければなりません。そして停止する際もすべて磁石で、いろいろこの磁石の、両方の、半極を利用して永久磁石で浮上することができるのです。この何度も何度もこの磁石を利用することが可能です。この
広報は新しい未来交通システム、これを建築するためにはローコスト、そしてローエネルギー、その目標というのはこれに理由が書いてあります。やはりリバイタルするエネルギーのため、エネルギーを再活用、そしてこれをですね、逆にスピードに退化させるのです。私たちは地球の中でやはりいろいろな時間がかかればかかるほど不効率になっています。電気のように、光のように、そして音のように、音波というのはやはり一番早いのです。このカプセル、非常に、中では何も音が聞こえませんし、静かであり安定性がございます。そしてドイツのこの素材、昔ながらのテクノロジーだけではなく、これの今現在未来の技術、オフショープラットフォーマーで、ここで、地上で、チャージもします。プラットフォームも建設することが可能です。私たちの港の地域もですね、このようなシンプルに、構造の、機関を作ることができます。これを再コネクションしましょう。例えばシカゴから、他のクリーブランド、いろいろな大きな、例えば湖の近く、そういうところを道路だけで湧く、まるで大きな本当に故障地帯を広がり広がり、これは本当に再コネクション、地上の、そして町の、都市間の再コネクション、こうしてこの重要な資本影響は、これの目的というのは、輸送手段がによって、お金をいただくのではなく、それぞれの政府が、利用するため、それぞれの政府にとっての投資になるわけです。ですから輸送のためにお金を払うわけではないのです。すべての助成金もなければありません。それぞれの国、それぞれの地域の政府が貢献し、このハイパールーフというのは、まず移動する、旅行するというコンセプト自体を待って全く新しいものにしてもらいます。そして、人数はいろいろありますけれども、一ついろいろな数人、人数どこまで、やはり駅を作るとか、そういうふうでしたらあまり、効率化のいくものではございません。ですから小さいカプセル、そこから、考えていきます。カプセルは30秒ごとに出発します。その時にだいたい人数は時間あたりを考えます。そしてどれぐらいのスケールで、何人ぐらいの人が移動することが必要なのか、スペインで6ヶ月前に最初にプロトタイプを建築しました。ここはすべての、必要な、空港、そして、海軍の、いろいろな、テクノロジーを利用し、炭素素材、そして 90% はやはりいろいろな、複合素材、これが、美しい、妖精も見せて、エネルギーをうまく、吸収する、素材を利用しております。そして再デザイン、そして乗客というコンセプト自体を再デザインする必要がありました。まず乗客、
ファーストクラスですとかビジネスクラス、それの意味あるんでしょうか。同じ人ですか。私は旅行するのか出張するのか、家族と旅行する、それでも何か差がある必要なのでしょうか。今現在私たちが旅行という輸送手段を考えています。そしてもしかしたら、それの必要な医療、旅行のための、それもまた新しくコンセプトになります。ブロックチェーンというものがあり、そしてここに全てのコンテンツを調整していきます。ここでテクノロジーと、少し皆さん想像してみなさい。窓必要でしょうか。窓以上のものが必要でしょうか。こういう定義がいろいろな、ことを、というのは現実と目はうまくどのように、感覚を享受するのでしょうか。目がどのように、その例えば、じゃあローマ帝国の支配の時代、もしかしたら未来の映画のような状態、見たいものを見ることができます。ですから景色を見る必要なのですか、それとも移動している間に、それを見る間に課金をするのか、本当に、旅行移動という手段を新しいコンセプトで構築し直し、考え直し、新しいビジネスを考え直す手段でもあります。すべてこれがボーディングエリア、いろいろな軍隊的な、本当に空港、そして、港のような手段は必要ありません。こう今現在お話しして問題がございますのは、私どもに言わずパイオニアと言われたり、そしてこのチームは、アーバンハイパーループチーム、いつこの、バリューチェーンを構築していくことができるのか、都市間で必要なのか、それとも農村部と必要なのか、これらのすべて、AI が多くのことを、教えてくれます。そしてどれが一番効率なのか、それを私どもです、もしかしたらこのような場所でセンサーがあるかもしれません。この、画像をご覧ください。それぞれのカプセルの中に皆さん入ることができるでしょう。必要なことを必要な時に必要なところまで移動することができる、これが最高なとこです。6ヶ月前からこれを、休みなく、研究しておりまして、建築しております。7つのセンターがございまして、世界中で、いろいろな、多くの人たち、この投資家、そして研究者の皆さん、勉強させていただいております。この場所、そして収入というよりも、そしてこれを皆さんに投資するというよりも、ぜひ皆さんこのチームに入ってください。このチームに入って皆さんの英知と資金を共有し、これを世界の未来の交通システムに、そして世界中の人口の人々の移動手段を一つのキーワードとして、全体的な、考え方を変えていきませんでしょうか。ここにいろいろな会社が、サポートしてくださるのをご覧になっていただけます。いろいろな、そして保証機関、そういう人たちがすべてサポートしてくださいます。私は本当に非常に重要な、役割を果たしていると考えられます。皆さんこの
シェイクとしてこのチームの人たち、このお顔を見せておきます。 NASA ですね、協定を結びました。私どもがいつもハイパールーフとして行っているのはトゥルースです。トゥルースで、そこで、ポートがございます。こちらにハンガーがあり、プロトタイプを、接続しています。どうぞビデオをご覧になってください。アンリエットです。ここにルションにおります。フランスのトゥルースです。ここはフランスで私は一番年を置いてるかもしれません。もしかしたら私はあの時代、馬車の時代、人間が本当に車が登場した時覚えていますよ。いろいろな世界的に重要な出来事がありました。ああ、そう、月に月面着陸しましたよね。あそこで他にもあるって言われましたよ。飛行機ではない。ああ、そう、地上から飛行機のように移動するの？このチューブ、1000キロメートル1分でエネルギーで、太陽エネルギーで飛行機じゃないんですか？これは私はすごいチャレンジだと父親が言ってましたよ。飛行機なんてもう地上を飛ぶなんて考えられません。私そんなところにも行ったことございません。これは何ですか？ハイパーループ TT。 へー、ハイパーループの近くのトゥルーズのおばあちゃんのストーリーでございました。ようやく本当に自然な拍手いただきました。嬉しいです。じゃあこのテストをどのように商業的にアブダビで可能にアプリケーション、商業的な適用を頑張っております。これが邁進させていただいてるんですけれども、ここに皆さんにご覧にいただけるのを嬉しく思います。このシステムがようやく活動し、何百メートル、キロメートルも世界中の、これがほんの一部です。私たちの努力、そしてテクノロジー、皆さん自身のテクノロジーの英知、この永久磁石。これが私たちのチャレンジであり、最高の気分でございます。もしこのシステムをもう一度1分間でお話復習しますと、次の時代、私たちの目標、まず第一にハイパーループは、アブダビのビデオございましたけど、そしてあの地域で行く予定がありましたら、そして南米の皆さん、ラテンアメリカから素晴らしいタレントの方々、この世界を変えるプロジェクト、ぜひ私たちのチームにご招待申し上げます。お待ち申し上げております。ご清聴ありがとうございます。